こんにちは、ナチュラルのナです。皆様ね、タテ動画いかがだったでしょうか。いよいよね、タテ祭りもあともう11日ぐらいですかね。もう早いですね。一応ね、このね、タテ動画に関してちょっと裏話なんですけども、まあ、本番は1、2回ぐらいやったんですけども、練習もむちゃくちゃやっちゃいました。ああいう風にめちゃめちゃスピーディーでやる方はもう結構ね、立ち回りの順番をあれこれどういう感じだっけっていうのをめちゃめちゃ覚えるのに必死すぎちゃったっていうのがありました。で、何回かそれに慣れていくにつれて結構スピードをね意識して、まあ立ち回りの順番、まあもちろん意識しながらなんですけども、まあスピーディーにね、そのリアルにやったという感じですね。あれは結構ね、練習しました。あの一発でできるわけじゃありません。やっぱりね、その本番の前に何回か練習して、まあ今はね、動画の感じになっておりますので。そしてね、タイトルなんですけども、YouTuber の放課後。YouTuber の放課後、まあ放課後っちゃ放課後か。これね、なんでね、そういうタイトルにしたかというとですね、タイトル何がいいですかってね、ちょっと案を出したんですよ。何やろう、放課後じゃん。放課後だけだと、さすがにちょっと縦と方向にワッってなっちゃうんで、ちょっと YouTuber の放課後にしました。YouTuber の放課後っていうのもどうかと思いますけどね。なのでね、あと残りたて祭りも、あと11日ぐらいですので、皆様ね、もしね、配信で見たい方、そして直接見たい方いらっしゃいましたら、概要欄にですね、たて祭りのね、予約フォームをね、貼り付けておりますので、そこがね、予約してくれたら嬉しいなと思います。ということで今回ですね、タテ祭りの告知、あとですね、タテ動画をね、アップしてみました。最後までご覧になっていきありがとうございます。以上のチャンネルの私はまたいつかお会いしましょう。 See you! タテ祭りまであと11日でございます。もう頑張るしかございません。見に行ける人見てねー。